芦屋川駅は兵庫県芦屋市西山町にある阪急電鉄神戸本線の駅である。駅番号は HK10。ホーム相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。ホームは東側で芦屋川をまたいでいる。駅舎は芦屋川の西岸にあり、改札口はその1階にある1カ所のみ。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。 実際には校内に乗り場、番号表記はないが、スマートフォン向け、アプリ、阪急沿線ナビトックアプリの発車案内機能では、神戸三宮方面が1号線、大阪梅田方面が2号線と表示されている。2019年度の1日平均乗降人員は17,805人で、ある。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下表の通りである。付近一帯は、 住宅地として利用されている。当駅の南にある JR 神戸線の芦屋駅や阪神本線の芦屋駅と比べて周辺の商業施設は乏しい。改札口前の南北に伸びる道路沿いに阪急バスが阪急芦屋川バス停を設けており、芦屋市内や有馬方面に向かう数多くの路線が発着している。乗り場は改札口から南側に5カ所。 北側に2カ所の合わせて7カ所ある。このうち1番から4番乗り場の発着となる路線は JR アシ屋アを必ず経由する。ありがとうございます。